なんで繋ぐんですかあの、繋いだ方が、フィフティになるボールがないから自分たちでコントロールできるから、試合をコントロールできるっていう。理屈ではそう言いますね。でも、根っこは楽しいからですよ。だってみんなサッカー始めるときずっとロングボールやらされてたらサッカーやってた。<laughs> こういう人がみんなロングボールそこ繋ぐやっつって。<laughs> パスドリブルダメつって,て、ロングボールの競り合いだったらみんなやってないでしょ、サッカー。そう、楽しくてかっこいいから。<laughs> 基本はそっち。 だ繋ぐんだったらしっかり配置整えて技術もあってっていう相手より格上で取りこぼさないのが繋ぐサッカーだから。それはねもうね、それをやる選手たちのメンタリティと技術があるならっていいけど、ちゃんとね、どのエリアから繋いでいいとかそこまで決めなきゃいけないんだよ。黒田さんと対談とかで、繋ぐっていうのは手段の一個なんだみたいな。そういうメッセージをこの配信でめっちゃ言ってるじゃん。でも基本的にはもう、どのサポーターもいろんなもツイッターとかいろいろ見てほしいんだけど、繋ぐことこそ正義って人めっちゃ多いでしょ。 つなぐのは、配置を整えて、技術を整えて、相手よりフィジカル的にも圧倒してるから、失った時に広いスペースを守れるみたいな、ここまで喋ってる人はいないじゃん。そこまでやってなんだよ、ポゼッションが効果的になるのは。でも、サイドバック低い位置で張らせちゃいけないとかを分かってる人と自体が少ないわけじゃん。なのにやんのよ。これで言えることは、みんな、ロマン話す。え、そんなより俺ら攻撃しようぜってなるから。だって昔モーリーノのユナイテッドもさ、ポグバが、アタックアタックアタックって言ってたじゃん。 ポグバがしっかり守備しなくて、それでズレが生まれてたりとかするんだけど、それで勝ててないじゃん、お前しっかりやれよって、モイリーニョ言って。で、ポグバは、いや、こんなつまんないサッカーやらせんな、みたいな。で、その時に、お前が悪いぞっていう組織ではユナイテッドないって。で、今もそうでしょ、ラシオートと。そう、だからね、戦術って言えばなるわけじゃないからな。そう。哲学とそれをね、浸透させるだけの人としてのフィジカルと、ただ引っ張るだけじゃなくて、この人についていきたいと思わせる愛とか、いろんな要素が必要になってくるんですよ。あとはクラブからの信頼とか。 そうみんながね、そういう、なんていうか、あの、しっかり、本質見てカウンターもロングボールもいいじゃんっていう人になればいいけど、そうじゃないからな。やっぱこう、ね、言葉大事だからな、そういうところで言うと。繋いでなくても、ゲーゲンプレスっていうので、だからそういう名前なんかね。だから僕は、あの、ちょこちょこ、配置良くないけど、なんか無理して繋いで選手の技術に依存してるのはノリショナルって言って、言うのはそういうところありますけど、いや、ポジショナルとノリショナル全然違うし、ノリショナルってすごい気弱なもんだよっていう。サッカーの監督やる人はもう、 基本みんなロマン派だと思う。そこをどうにか折り合いつけて、リアリストになっていくんですよ。で、折り合いつけて勝つために、ね、そう、選手が基本ロマン派だし。てかね、ロマン派じゃないと人間ね、もう生きてたくなくなると思うんですよね。だって、もう人類、今さ、日本で子供作るのってロマンじゃんで。普通に生きてたらめちゃくちゃ税金取られるし、年金とかもあるしさ、なんか介護保険料とかかかってくるわけで、何の話してんの俺。<laughs> <さ> <laughs> つらいつらいつらい、こんな話。 そう、こういうの忘れるためのサッカーじゃん。<laughs> そ,うそう、だからみんなね、そう、あの、進撃の巨人じゃないけど、みんな何かに酔っ払ってる。だから俺らはサッカーに酔っ払ってんだよ。そう、忘れよう忘れよう、今の。ごめんよ、みんな。そう、ロドリーうまいって言いたいじゃん。ロドリーうまいあちょっと電気料金払わなきゃ、みたいな。<laughs> これをやってるから、みんな。だからレムさんのさ、あの、YouTube でもいいけど、シュ話ボさ、うん、結構、相手のレベル高いと結構さ、うん、長いボール入れるやん。 あ、もう、基本それですね。だ、うん、あれはやっぱり何自分たちのチームの力と、相手のチームの力考えて、できることできない。うん、そう,そうなんで理想と現実のバランスだと。練習だとめっちゃ繋がせるで,、うん、で試合にも、試合でもシチュエーションによっては繋がせるんですけど、やっぱり低い位置で失って失点するじゃないですか。うん、僕が参入してるリーグ、うん、全勝じゃないと昇格できるんです。うん、ああ、そう,そう,そう <laughs> っていうことですね。全勝じゃなくていいんだったら、うん、もっと、いっぱい繋がせたりやるんですけど。いやいやまあそ、その理想と現実のバランス、ね、そうなんですよ。 監督にとっては大事な部分だし、はい、難し難いところだよ、ね、そうんです黒田さんのお話聞いてると結果っていうものを大事にした上で選手の個性を大事にするじゃないですか。うん、でこの、えー、その選手の個性から結果に一番近づく方法を、うん、まあ逆算されてると思うんですけど、うん、ってなった時に例えばパスつなぐのが得意だったりカウンターになりやすい状況でつなぐのが得意な選手たちの場合って。うん 結果から結構離れやすいサッカーを選ばざるを得なくなると思うんですよ、その特徴であると。うんうん、この場合ってどういうふうに答えを出すんですかうん、まあ、答えは一つではないと思うけど、はいうん、リスクを追っていいゾーンと、そうじゃないゾーンと、はい、または追ってでもやっぱりチャレンジしていくところが必要だったっていうこともあるし、ここでカウンター食らってもそんなに怖くないけど、はい、ここなら致命的だよな、ねっていう、そのやっぱり住み分けができるように、やっぱりチームとして、 えー、落とし込んでいかなきゃならないっていうところもある。だからあんまり例えば今、うん、プロでも主流なゴールキーパーから繋いで、はいはい、すごいプレッシャーポン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 来てるけど、はいはい、J リーグ見てても何点あるかなっていうぐらい、途中でディフェンスラインでボール取られてカウンター食らったり、<laughs> キーパーのパスが取られて,てあ,り <laughs>、はあ、ありますね。その意味がよくわかんなくて。何にチャレンジしてるのかわかんなくて。あの、繋ぐことが目的になってるみたいなのと、うん、相手のプレスが連動してないから成立してるだけみたいなやつですね。そう、それもあるし、 どんどんこう、向きになって繋いでる、はい、ディフェンス陣がいる。それ、向きになるところではなくて、はい、ね、一番セーフティーに合理的なことをやらなきゃならない。うん、それだったらやっぱりね、前にポンとフィードするなり、ミドルのところをフィードしといて、それに早くサポート、サポートすることによって、そこで数的に作れることが望ましいんであって、はい、何と戦ってるのかがよくわからない。うん、うん、そこを克服して、解除して、バッとミドルレンジに入りました。はい、でも、1点になるわけではなくて。うん。うん だから、そのやっぱりゾーンにおける考え方っていうのは、やっぱりしっかりとチームでみんなで考えていかなきゃならないことでもあると思うし僕自身、今ちょっと,、えー、と、どこまで指導できるのかっていうので、えー、気になってるポイントがあって、うん、あの攻撃ってアイデアとかその時のあの目線がつながることが大事じゃないですか。うん、で選手によってやっぱりあの、自分がもらったところからのイメージが、イメージしかできない選手と、その似て先さんってさっき読める選手いるじゃないですか。 例えば、見える選手と見えない選手がいて、それは高いレベルになればみんな見えてるんでしょうけど、そうじゃない選手もたくさん出会ってきたと思うんですよね、倉田監督は。そういう選手に対して、こう、指導が成功した例とか、そういう選手が伸びた事例とどういう指導をしたかっていうのを教えてください。うんとね、これは本当にサッカーと出会った時からのね、はい、あまあ、育成とか、または、 その追い立ちの中でどういうふうにこうサッカーと接してきたか、その家庭環境も含めてすごくこう考えなきゃならないことでもあるし、見えない選手にとってはとことん見えないわけで、見ろと言っても見えないわけで、見えないっていうのはやっぱり情報量がない、それからボールから目を切ることが怖い、ボール技術に自信がなければボールから目を離せないことになるわけなんで、なかなかこう大人になってからできるかっていうとできない。 だから、よく J リーグの試合を見てても、例えば遠藤やっととか、柴崎学とかもそうだけど、もうどれだけ目を切ってる時間があるか、はい、ボールから目を切ってる時間があるか、それによって、ワンタッチでやるべきことが彼の中では、こう、絵として出てくる。はい、だから、ここの絵が、うーん、描けないと、なかなかその、難しいは難しい。はい、要するに、描いてるものが違うと、共有はできないわけであって、はい、それはなかなか指導者のところで、どうするかっていうのはすごく難しい。はい 我々の柴崎学は小学校の6年生から見てるけど、もうその時から描いてるものが全然違ったし、その時から360度の視野を持ってることは、こいつ何者だっていうぐらいのものがあったし。そんなの後結構残酷な話になるんで、黒田さんおっしゃったみたいに、やっぱ守備の原則とか、そこの相手にどれだけ嫌なことできるかっていう、その、そこの部分を徹底することによって結果を出せる選手にするっていうのがアプローチとして合理的ってことですか合理的であるし、確率は上がる。 だからそういう選手がいるんだらもうプロの世界なんでそういう選手を中にスポットとしてはめ込んでいくことによってよりその原則が生きる形にもなるし、はい、そういうタイプの選手たちはやっぱりそういったところにはめ込んでいく。はいうん